こんにちは、ジャズドラマーの黒田です。今回はジャズではなくてポップスの曲で、プリンセス・プリンセスの世界で一番暑い夏ですね。これ平成録音バージョンってやつをですね、私ジョイサウンドの生録音っていうボタンを押してもらうと、これのレコーディングをしたもんですから、結構前ですけどね。今ちょうどレッスンで本当に暑い夏なんで、今使ってるんですが、これで解説したことが、ジャズなんかにも通じるかなということで、解説していきたいと思います。今回はこの譜面がダウンロードできるように、皆さんにお送りしてますので、メルマガ登録またの方はしていただけると、譜面がダウンロードできますので、ぜひ、レッスンなんかでもご使用いただけてもいいかなと思います。まずですね、これの、すごくよくできているところはフィルインなんですけど、フィルインがこういうフィルインですね。このもともとはこういうのに対して裏拍の16音符を引っ掛けることで、こういう速度を増していくということですね。これは一番最初の C の1段目の C の段の一番最後なんかに出てくるものが、最初のサビの一番最後のところに出てくるっていうフレーズなんかも、最初頭拍があって、裏から裏でスネアでタムで落ちて、裏から表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 っていうふうにつながっています。すごく進行感の強いポップスとかフュージョンらしい、進行感の強いフレーズだと思います。この例えば B フレーズからの、サビに行くところも、フレーズの根本は One and only、 メロディーにすごく即したフレーズを使ってますが、それを全部左手で押してというフレーズになってますね。これは非常に、ジャズらしく、ポップスらしい感じがします。こういうフィルインが全部この裏裏裏、例えば最後のこの頭の部分なんかも、これは「ホーミーターダーリン」のフレーズの手前に、この「ホーミーター」2拍目から始まってるんですが、これ頭拍はドラムが打つ、これも全打音ってやつですね。で、次の小節の頭まで、この譜面には書いてないですが、頭はクラッシュですね。というフレーズ、これを、最後リフレインで2回繰り返す時は、このね、バスドラを全打音にして、これバスドラってそのまま踏むと、バスドラって長く聞こえるんですけど、手前に装飾を入れると音って短く切ってスタカットに聞こえるんですよ。なので、今3つにしましたが、2つでもいいし、このバスドラに向かう装飾音符をつけると、これは全段らしい音になりますよねっていうお話ですね。フィルイン全部見てもらうと分かりますが、どれも本当に素晴らしくて、全部裏から表、裏から表へつながっていきます。あとこの、リズムパターンの捉え方なんですが、これは、サビがもう一番最初にこの基本パターンですね。これ「世界で一番」のとこ、この僕は8ビートっていうのはどのパターンを踏んでも、ベースとタイトに踏んであれば基本的にはどのフレーズでもマッチすると思ってるんですね。これは理論があって、16ビートは3種類、8ビートは2種類、大きく分けて2種類、16ビートは大きく分けて3種類、それに対して要は装飾音符、同音をくっつけてるだけだって僕は考えてるんで、ベースのラインがこういうふうに来たらこうだよ、こういうふうに来たらこうだよっていうふうにベースと合わせるってこともあるんですが、8ビートに関してはベースとは基本はロックするので、どういうパターンであっても必ずうまくいくわけですが、このランダムに叩いちゃうとやっぱりこう展開部があんまないもんですから、だからこの、音の選び方なんか非常に素晴らしいんですが、例えば「正解で一番胸がぬなず」とか、こういう要はメロディーが途切れたところにシンコペーション入れる。でやると相手にエネルギーを与える。だから「おみたいなーにララ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 ラ
まあ、ちょうどメロディーが終わったところにこのシンコペーションを入れるっていうやり方をされてるんですが、非常に綺麗な音選びだと思います。で、これ C がサビから始まってるんですが、 ABC という展開なんですが、 A は っていうパターンを叩いています。これってでも紐解いてみればバスラシブのハーフのリズムなんですよ。それに付加物をつけてるだけなの で B はバスラシブのフロアスネアなんですね。なんでこれフロアにしてるかというと、サビがこの基本形だから、これが一番進行感あるようにしようと思うと、フロアを入れておいた方がリズムが、まあ要は途切れ途切れになるので、進み始める感じ、要は C が一番加速している進行感ある形にするために、 B とか A を、 A はバソラシブのハーフ、 B は24に戻すけどフロアを使っているっていうスタイルをとってますね。これも非常に綺麗な音選びだと僕は思います。まあこういった形で、2回目の A は、ちょっと右下にも書きましたが、これ、まあ、細かい音符を入れてますが、要は基本はやっぱり同じく A のパターンなんで、これは2コーラス目の A はこのようにしてますが、これも、要はハーフ、バソラシブのハーフで考えているという形ですね。要は音楽家 ABC、 メロディーは3つあることが多いです。まあ ABCD まであることもありますが、基本は3つなので、ポップスは歌い出し部分と、それとつなぎの部分とサビが出てくるものですから、この3つの要は配分の仕方でこう盛り上がったり盛り下がったりする、リズムの配分が非常にうまいなと思ったので、今回このように解説してみました。せっかく撮ったもんですから、皆さんにシェアしたいなと思いまして、ちょっと解説も書いた譜面をダウンロードできるようにしておきましたので、こちらの方を皆さんダウンロードして、まあ必要な方はぜひこれ練習してみてもらったりとか、あ、なるほどこうなってんだなみたいなのをちょっと見ていただければ、まあご質問も受け入れますので、メルマガ登録初めての方は、この詳細のページのところに、ページの詳細のところにリンクがありますので、そこから飛んできていただけると、この、ダウンロードのページにたどり着くようにしておきますので、ぜひこれでダウンロードして、勉強してみてください。以上です。ありがとうございました。